披露宴の最後、新婦挨拶の時に花束と一緒に新婦お母さんに渡されたものは熊のぬいぐるみ。生まれた時と同じ重さのぬいぐるみを渡すことがあるらしい。そこへ寄った親戚が一声、産んでないぞ、渡してどうする。実は新婦お母さんは新婦が物心つく前にお父さんが再婚した人でも、ものすごく新婦を可愛がってくれて誰もが温かく見つめていたから、真相は新婦は知らなかったが、バレてしまい、そこからは新婦お母さんは号泣しながらごめんねと繰り返し、バラした親戚は他の親戚に占められていた。新婦はびっくりした顔をしていたが、でもお母さんはお母さんだものと、熊のぬいぐるみは渡さずに育ててくれてありがとうとお母さんを抱きしめた。それを見て新郎お父さんが号泣。どうやら感動したらしい。あまりに泣くから新婦お母さん泣くのをやめて必死に慰めていた。という話を後に新婦から聞きました。ぬいぐるみどうしたの？と聞いたら、実家に飾ってあるよと笑顔だったのが良かったかも。不幸なのは親戚。それ以来、他の親戚から無視され、奥さんからは、酔っていたとはいえなんてこと。と離婚されそうになっているんだとか、書き忘れたことがありました。新婦より感動的な話を聞いた私ですが、よかったねと言いながら、何となくモヤモヤしたものが、さりげなく、それは身内だけでやったの？と聞くと、みんな呼んだよ。遠かったの？地元だよ、私、呼ばれてなかったよね。え？だって私ちゃん、仕事してないから。要はご祝儀払えないのでは、と向こうで気づかったんだとか。なるべく、私の金銭不安をなくしたかったそうで。二次会もしなかったから、そう大げさにしようと思わなかったとかなんとか。思わず、無一文じゃ、ある前に貯金くらいある。無理なら、親に頼めばなんとかなる。私はあんたの友達じゃないのか。と喫茶店での会話でしたが、店内で絶叫してしまった。そのまま、自分の分だけお金払って帰った後、新婦より怒涛の反省メール。新婦お母さんからも、ごめんなさい電話もあり。私、友達続けていいのかな？ちなみに、呼ばれた友人たちは、なぜ私が来ないのか疑問に思っていたそうで。聞かれたけど、無職だから、でみんなそれ以上は聞かなかったそうです。全員まとめて絶交だ。という私の怒りに、現在、謝罪メールが多数寄せられています。